こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私がね、ちょっと一つのテーマでずっとあの民間っていうのも変ですけども、映画を見てきて、非常にね、あの思うところが多かったテーマがあるんですよ。それは、まあ、任侠を扱ったものなんですよね。まあ、今でこそ反社っていう言葉にまとめられてますけども、本来は男を磨く場所でもあったと思うんですよ。例えば、まあ、暴力を使う場面っていうのはあったと思いますけども、もともと任侠っていうのはどういうふうに生まれたかっていうと、戦後ですね、闇市ってものが始まりました。闇市っていうのは通常の流通ではとてもじゃないけども米、味噌、砂糖、手に入らない、足りない、こういった状況を打開するために闇市といういわゆる国が認めていないね、露天商が集まって、そこで現金でやり取りしていたってところだと思うんですけども、まあ、そういうところは一定の治安維持が必要ですから、やっぱり仕切る人がいるんですよね。でも闇ですから、まあ公の組織が仕切ってるわけにはいかないと思うんですよ。まあ、ですんで、まあ黙認された状態で地域のちょっと力のある人がトラブルが起きないように仕切ってくださったりとか、何か揉め事があったら仲裁して、まあ審判のようにね、取り扱ってくれたんではなかろうかと思います。 SS の当時は物のない時代ですから、やっぱりね、公序良俗に反することも、あったと思うんですよ。今で言うとね、例えば売春ですとか薬物の密売ですか、じゃなくてもタバコの再販売とかもあったと思うんですよね。まあそういったところを一定のルールと、そして一定の常識ある金額でね、やっぱさばいていかないといけないのかなっていうふうに、まあ思ってるんですよ。これちょっと違うかもしれませんけどね。そうやって一定の治安維持を、まあ、目標にですね、作られたのが最初の任侠組織だったんじゃないかなと思うんですよ。だから何もかもね、人を脅して金品奪ってやりたい放題っていうことではなくって、まさに、まあ、戦後生き残った男たちがこの国を立て直すために大和大使でもって、まあ、そういった治安維持をはじめ地元を統括してくれたのかなと。そしていわゆる縄張りですよね、この地域を守ってるのは自分たちなんだと。そうですね、当時は警察や、まあ、今でいう自衛隊みたいなのも完全に GHQ の支配下に置かれて権限がなかったと思うんですよ。そしてね、ちょっとここで今回の一つの大きな任侠道としてのテーマなんですけども、どういうんですかね、やっぱり GHQ の支配下に置かれた国家権力っていうのはどうしてもアメリカ贔屓で、例えば日本人同士の揉め事だったらまだしもなんですけどもね、日本人に対して理不尽な何か要求なり攻撃なり強引なことをした、まあ、アメリカ兵とかがいた場合、もしくは大陸から来た朝鮮とかの方ですよね、そういった方が何か起こした時に、やっぱり日本の警察権力では裁けなかったんじゃないかなと思うんですよね。だからそこに、地域のちょっと元気のいい人が、まあ、任侠っていうんですかね、その場所を司る人、つまりヤクザとしてですね、役に座っている人として、まあ、役割を演じてくれたんではないかなと思うんですよ。まあ、ですんで、まだ私が思うところね、下に弱くて上に強いみたいな感じで、まあ、GHQ にも食ってかかってくれたのかなと、ある意味国民を守ってくれた組織だったんじゃないかなと思うんですよね。まあそういうところから、だんだん今日本はどんどん平和になってきて、そういった方もだんだんいらなくなってきたのかなっていうところで、今かなりちょっとこうね、弱体化してるところあるのかなと思うんですよね。ただやっぱり戦後20年代っていうのは、昭和20年代っていうのは、まあ、そういったところでね、なんか睨みを聞かせる人っていうのがやっぱり行ったんじゃないかなって気がするんですけども、どうなんですかね。まあ、この辺うまいことまた聞いてみたいなと思いますし、それからね、あの時代が変わって、まあ、テレビの番組とか映画で恐縮なんですけども、あの任侠ヘルパーっていうね、ちょっと変わった番組がありましたけども、あそこでちょっとね、任侠道っていうのはどういうものかなってことをまた改めて知ることもできましたし、まあ、あのその道にいる人にとってはね、また外れなのかもしれませんけども、それから最近でしたらヤクザと家族ですよね、こういったものにもなんか一つのね、時代の変わり目に揉まれていく、まあ、そういった方々のなんか苦悩やね、
愛情とか哀愁とかなんか矛盾とかね、まあ、いろいろと感じるところがありましたね、うん、だから物事っていうのは一面だけで見れないんで、いろんな角度から見ていかないといけないんですけども、うん、やっぱり社会に必要だった時期はあったんだろうなと思います。今でも完全に不要になったのかと思ったらそうでもないような気がするんですけども、この辺ちょっとね言葉にしにくい複雑なところなんですが、仮にですよ、でも、まあ、いわゆるそういった組織がなくなったとしたら、海外から上陸した組織が、うん、またね、まあ、GHQ の時代よろしく日本の国家権力を無視してめちゃくちゃやりだすんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そういう意味で言うと、私たち力なき国民を守ってくれる、まあ、いわゆるね任侠道っていうのがまだ必要な時期っていうのが続くのかなと思うんですけど、どうですかね。でいろいろ話しましたけども、実はね今回ね一問一答ということで聞きたいことっていうのがねあるんですよ。それはねおすすめの映画おすすめの映画どうでしょうか。その映画の見どころとか泣きどころとか、ここが仁義なんだよ、ここが男どもなんだよみたいなところがねありましたら、そうここは見逃さないでくれとか、このセリフはお前覚えといてくれみたいなね、そういった魂の面をね、アドバイスとして添えていただきながら、じゃあこの作品をまず見てみましょうってことで、一作品ずつこれがいいんじゃないのっていうふうに紹介してもらうとありがたいかなと思います、まあ、どうしてもねなんていうんですかね、流れ星銀とかね、あの一番星でしたっけ、あのトラック野郎とかね、菅原文太さんのトラック野郎とか、それからまあ当然ですけども男は辛いよも外せないですし、まあ広島ヤクザ戦争みたいなね仁義なき戦いとか、それから最近でしたら誰でしたっけね、ちょっと忘れましたけども、あのアマゾンプライムでも結構ね、あの小沢仁志さんですか、結構連続して、出してくれてるのがあったりとかね、清水健太郎さんも人気映画とか出してますけども、まだね見てないのがほとんどなんですよ。ですんで、まあ、これから押さえておいた方がいいんじゃないのとか思いつくままに、一問一答ではないですけども一作品一紹介泣きどころ見どころみたいな感じで、こうご紹介いただいたら、私の方もそれをねしっかり見て私なりのレビューをこの YouTube に残せるかなと思いますんで、ちょっとお手伝いいただければと思う。お手伝いいただければと思います。まずはそれですかね、うん、あの今までいろんな形で任侠道とは何ぞやっていうのを聞かせていただいたんですけども、この辺で、まあ、その任侠の世界といわゆる片木の世界をつなぐ映画としてコンテンツとしてこれよくできてるよみたいなのをね紹介いただけると幸いでございます。それでは今回のメッセージは以上です。動画の方送っていただきましてありがとうございました。2つとも拝見しました。失礼します。